たいなね。トゥーパンプスさん。パンプスさん。湯豆腐を食べて、うん、なぜ美味しいのだろうという素朴な疑問から、うん、だし昆布のアミノ酸が発見されて誕生したのが、うん、旨味調味料です、うん今では世界中で使われていますが、元祖の味の素にはハイミーという見た目がそっくりな旨味調味料があります、うん、ハイミーは旨味成分が味の素の4倍以上あるんです。使い方としてはそのまま振りかけて食べると旨味が強すぎるので、だしとして使うのが適しているそうです。塩分を控えたい人は旨味調味料を適度に使うと効果的みたいです。ああハイミーってさあったよ、最近見ないっつう気がするんだけど、そう何4倍も、うん、4倍以上旨味が味の素より、うん、出ちゃうから濃いから、うん、ねちょっと薄めましょうみたいな。知らなかったな、まあ、ジジイ子供の頃からあったような気がするけど、とりあえず味の素かけときゃなんとかなるみたいなさ。わかるわかる、うん、ハイミーいいなハイミー。なんか味の素で思い出したんですけど、うん、本当ちょっとくだらない話なんですけど、はい、まあ、赤城団が結成された間もない頃に、うん、その群馬県の名産品弥生姫をね、うん、東京に PR しに行くと、うん、いうことで、小学生チームと私はお姉さんで、うん、みんなで行ったんですよ、バス乗って、はい、で私は寝たんですよね、うん、でそしたらそのイベント帰りだったので、イベントで味の素をもらって帰ってきたんですよ、みんな。なぜか知らないけど、お土産で。なぜか。そう、そしたら私寝てるところを、なんかいたずらの小学生たちが口の中に味の素を入れられて、それが唯一10年で1回起こった話。味の素を口に、なんか美味しい味がする、なんだろう、夢なんだかなんだか分かんないけど、いやいや何この味は。いや、なんか味の素だけ寝てる時に入れられると、もう不快しかなかった。まああれなあ、あれ直接味の素だけ舐めたらどうなんだろうな、したことねえな。いや、なんかすごい変な感覚に陥って、なんか結構結晶が粗いんだよね、ザラっぽい感じで、ね、あ、そう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 、いや、なんか今まで何されても全く私怒らないタイプなんですけど、怒ったのかい。そう、その時だけは、うん、こらーって言って、もう、あ、でも子供がなやることだ。そうそう、じじいはさ 6個下の友達にさ50代ぐらいの時に、うん、あの花見で酒飲んで寝ちゃったらさ、うん、鼻の穴の中にトカゲの尻尾入れられた。いや、そっちの方がやだ。顔の上にトカゲ捕まえて乗せようと思ったら尻尾だけ切れちゃったってんで、あのうにょうにょ動いてる尻尾を鼻の穴の中入れられて飛び起きたことがあったけど。大人のいたずら怖っ、ね、レベルが違いましたね。レベルが違ったっすか。